もしもし。はい。先生でいらっしゃいますか。はい、本庄です。総理に代わります。本庄先生、安倍晋三でございます。あ、どうも。おめでとう。本当にありがとうございます。日本人として大変誇りに思います。あの先生の研究の成果で、はい、まあ、多くの、はい、がん患者の皆さんに、はい、希望や光を、はい、与えられたんだろうと思います。あの私の大変お世話になった方もですね、はい、あの先生の研究の成果であるということで、はい、あの命が救われた方もおられますので本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。あの先生ご自身で、はい、機械を作ったりとして大変な、ご苦労もされたという話を伺っておりますが、ええ、あのお金がないときは、まあ、いろんな苦労をいたしましたけども、幸い、はい、あのちょうど政府から研究資金がだんだん増える時期に私の研究スタイルが合いましたので、ここまで来ることができまして、大変ありがとうございました。いえいえ、まあ、それもあのちょうどあの第一次安倍政権のときに、はい、総合科学技術会議の議員として、はい、まあ、素晴らしいご提案をいただきました。はい、それがさまざまな場面で生きているのかなと思っておりますが、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。あの大いにご活躍されますことを本人にいたしております。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。失礼いたします。失礼します、はい、安倍総理の後で大変状況なんですけども、その化石はないけれども大きな壁はあった、また最初乗り越えられた、ね、はい、それはですね、私たちは2002年に動物モデルでこれでがんが治るという論文を出しました。もちろんあの特許も出したその話をしましたけども、その後これを実際に臨床に応用したい、私は、まあ、かなり、楽観的に考えていたんですが、もちろんそれになりますと大学の研究室では不可能でして、パートナーとしての企業が必要なんです。で、小野薬品にやらないかと言ったんです、その当時はまだ小野薬品にライセンスはしていませんで、まあ、特許の出願に関して手伝ってもらった。で、まず小野薬品に声をかけたら、まあ、やらないと、自分のところはがんの経験もないし、そんな聞くか聞かないかわからないものに大金を投じることができない。それでただ自分たちよりも大きな会社に声をかけて共同研究できないかを検討するということで、この薬品は、まあ、武田薬品から始まってですね、日本の大手を、まあ、外資もいたと思うんですけども、1年ぐらいかかって、まあ、訪問して共同研究の申し込みをしたんですが、全部に断られたということで僕のところに来ましてね、これだけの会社に相談に行ったけどもダメだし、自分も単独ではできないから降りるということでした。で、僕はではいいと、自分がこれをやるから、アメリカの、僕はその当時アメリカの研究者が自分で会社をたくさん作ってたんですね、ベンチャー、いわゆるベンチャーですから、その友人に相談に行って、こういう形で、まあ、特許も出してるし、やりたいと思ったら、まあ、その、まあ、研究者ですけども、まあ、会社もやって、もう1時間ぐらい話したらもうぜひやろう。ただ一つ条件として、この薬品がもう権利を放棄すると、もうやらないという確約をもらっていて、まあ、これは企業として当たり前のことなので、今日帰ってきてこの薬品にそう言ったら、まあ、社長に会ったわけじゃなくて、その時はまあ担当した重役課だったり部長だったり、ちょっと待ってくれと言われて、待ってたんですが、それからね、多分三月ぐらいして突如としてやると言ったんですね。で、それは僕は結構なんで、じゃあこの薬品にやってもらおうと。で、それはなぜ急にこの薬品が変わったかというと、まあこれは後で聞いた話ですけども、まあ現在ブリストル・マイヤーのバイスプレジデントになっている、当時メダレックスのヘッドだった
メダレックスというのはヒューマナイズドアンティボディを作る特許技術の、で彼らが、まあ、それは今回受賞したジム・アリソンの抗体も彼らが作ったんですね。だからブリストル・マイヤーに今買収されてますけども、彼らの方がちょうど1年半特許が公開されるんです。それを見て向こうの方からアメリカに共同研究を申し込んだということで急に話が、だからその1年ちょっとぐらい全く企業パートナーが見つからなかった、もういよいよこれは自分の全財産を投げ打ってでもアメリカのベンチャーと開発しなきゃいけないかなという時はやっぱり一番の壁でした。投げ打ってでも続けたいと思う、その現状、いや、もともと財産ないから投げ打つというふうに知られてます。在学中で、まあ、いわゆるスキルス性のがん、胃がんということで、ね、非常に早かったんですよ。あっという間に死んでしまってね。でその男は、まあ、父親と親一人、子一人、お母さんが早く亡くなってね、非常に優秀な男だったけども、非常に気の毒だって。それは、まあ、我々の同級生、医学部の学生というのは人数少ないですから、まあ、みんなよく知ってて、僕だけじゃなくて多くの同級生が、まあ、それを非常に残念だというふうに感じて、なかなか忘れられない思い出だったと思います。残念性の時にどれくらい感じて、それはね、よく正確に何年生か覚えてないんだけども、医学部に入って、教養ではなくて、医学部は教養2年、医学部は4年なんです。その真ん中辺だったと思います。終わりの方ではなくてね。でもうほぼね、2年ぐらいの間に見つかってから亡くなったと思うんですよ。僕、はい、いやだからそれは、まあ、やっぱり胃がんというのはもう非常に、すごいなというかね、大変な病気だと。だからまあそういうことに少しでも貢献できればいいなと当時はかす、まあ、かに思ったことは、思いましたけども、まあ、しかしそれは、まあ、誰でも思うことですって。